うわこれこれこれすごいでしょ。これ二輪と分かれてるんですよ、停止線が。まあ、ちょっとね唐突に始めちゃったんですけど、今のが二輪停止線って言って、2010年以降減少傾向にあるっていうか激減していたんですけれども、なんと愛知県内にありましたね。僕今さっき対向で通って初めて気づいたんですけど、ちょっと今のすごくないですか。二輪と四輪の停止線をいちいち分けていたんですよ。なんかね90年代に二輪の巻き込み事故が多発していたらしくて、その対策として停止線を分けていたらしいんですけれども、ああやって停止線を分けると二輪車の優先意識っていうのが働いて、二輪がすり抜けて前に出たりとかして、で接触事故が増えて廃止になったんですよね。でもあそこかなり新しく多分後塗りされてますよね。だからすごいなんか珍しい場所なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、二輪をすり抜けを容認しているのかといえば、多分ね容認はしてないんだと思いますけど、二輪のねすり抜けは違反ではないらしいです。ちょっとね白バイの方に聞いた方がネットにブログを書かれておりまして、僕が教官に聞いた時は交差点手前 30m は追い越しや追い抜きがダメだからダメっていう風に聞いてたんですけれども、すり抜けはすり抜けとしてまた別問題として扱われるみたいなんですね。なのでそのすり抜けっていうこと自体は法律には定められていないようです。だからすり抜け自体は違反ではないらしいんですけれども、でもその停止線を越えて止まったりとか線またいだりとかイエローカットとかするのは違反ですよね。なんで線を越えずに横をスレスレをすり抜けていくのは違反ではないみたいですっていうのを一応補足でした。まあでもすり抜けが好まれるかといえばそうではないですよね。四輪の方からはしたら鬱陶しいと思われますよね。なのでもうこればっかりはね皆さんの判断に委ねるしかないんですけれども、まあ違反ではないんで特に僕は何も言うことありません。でもあの停止線すごいですよね。まあ、でもあれが決してすり抜けをしていいよっていう意味ではないらしいので、二輪が先頭だった場合に後ろのトラックとかね巻き込まれないようにするための停止線みたいなので、わざわざすり抜けてあの停止線のところまで行く必要はないようです。皆さんの地元にもありますか？教習の学科で習ったこと以外でもし皆さんね見られたことありましたらコメントいただけると嬉しいです。まあ、こういうのもありますよっていうご紹介です。どうもご視聴ありがとうございました。ちなみにあの停止線は愛知県刈谷市の県道48号線沿いにありました。野田新町駅の近くでした。どうもご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。